言ってほしいんだよ。なんでそんな。もうずっと変換してた。僕は見てないときにやってよ。どうする？お腹空いたの？食べるじゃん。喧嘩するよ。でももっと仲直りできると思うじゃん。今日はできないんじゃない？うちらは今料理をしたくないんだよ。それで嫌なくなるって。そう、なのに無理に料理をしようとしてダメになったね。お腹空いてんでしょ。料理しなきゃいけないでしょ。あ、違うよ。何？チャーシューが嫌なの。チャーシューのせいなの？チャーシューも解凍しちゃったじゃん、肉。だってそれはなんかトマがなんかやりたそうだった。あ、僕のせいにした。チャーシュー作ればいいの。うん、あー、ラーメン作る。それで解決。うちらだってガオが解凍までしたよ。それは関係ねえよ。僕は冷凍したよ。じゃあどこまで戻れるかよ。じゃあ僕ラーメンの作り方を伝授した。めっちゃ戻るじゃん。チャーシュー作るわ。その代わりカオも一緒に来て。なんで喧嘩してんのに。見てて。やだ。ダメ。なんでお揃いの服着てんの。見てる、見てるよ。それが妥協点、二人の。なんでも着ようかな。早く作れ。早く作れじゃねえんだよ。うめえの作れ。僕が今準備した。すごいうめえの作れ。僕が今準備してんだよ。濃いやつ作れ。さっきまでやろうとした後は。やっちゃえもん。やめろやめろ。フライパン皮が閉まった。閉まったなんて言ってません。説明してよ。チャーシューを今から焼くんだよ。なんでそんな不満そうなの。ねえ、どんぐらいでできんの。パンの出番はいつ。20分圧力かける。20分後、うん、戻ろうぞ。ダウン来てんだからいいじゃん。いいからもう。いつ仲直りする。今んとこまだできてないね。とりあえず肉焼くわ。じゃあ仲直りするまで。かなり肉。おいーカブリーズ。いってない。決めをつける。そう。おそらく使おうかっちゃうじゃん。何武器、うん、これ跳ねないの。フライパンよりでもちっちゃいのかな。それにしてもさっきは気まずかったね。うん。どんな気分だった。え、ムカついてた。何言ってるかよくわかんなくなっちゃったね。ていうか何について話してるかよくわかんなくなってる、うん、見てて全部目分量でやるから、うん、さっきのイライラした分もくわー。そんなイライラしてないじゃん。砂糖も好きなだけ入れてやる。これで20分ですか。シュッシュ行ったら20分。何してんの。何もう。どうしたの。血迷ってんでしょ。まだイライラは残ってるから。僕はもう1個目果たしたからな。まだあとだから20分かかるって言ってんじゃん。だってカホ料理の中でゆで卵を剥くのが一番上手でしょ。ゆで卵なら任せて。そこで喜ぶ人はあまりないと思うよ。焦る焦る。なんか20分あるって。ニンニクはさ、生ニンニクがいいですか。そうですね。刻み。そうですね。チューブじゃなくて。うん。すりおろしで。やだ。いいよ、チャーシューまで。やった、気なくなった。ねえ、なんで、ね、キャップ開ける話。出してない、絶対してない。僕じゃない。いいよ、喧嘩したらこれかかってりゃいけない。あれ、なに、賞味期限切れてる。ええー。さあ、
とりあえずニンニク買うんだから。ニンニクいっぱいあるせいだ。あと何分？あともう13分。おお。誰か来た。なんだ。通りすがり。なんか食べた。よく今気づけたね。自分が箸を持って食わそうって言っちゃうっていうか、ピリ辛にしたいな。酒飲もうとしてんじゃん。メンマとホットワインって合う？ホットワイン今飲んだよ、もう。いやだよ。ここ数日ずっと頭痛いの。それはなんか違う原因っぽいじゃん。低気圧だって。めっちゃ晴れてるよ、全部。それ関係ないんだよ、カホは。地球じゃ合わないんだよ、カホは。火星とか行かないと。の可能性は大。意外と時間ないな。焦ってきた。あと10分もあんじゃん。うちの一番の宝物って何だろう。ちょっとだけ入りきらないな。あと7分半やるけどね。あ、やめて。そういうポーズじゃない。どうして止まるんだって。今食べたいだけ。えらいかきよ。なんで喧嘩すんだろう。喧嘩したらだるいの自分じゃん。だるかった、ね、マジでだるかったよね。もう喧嘩一生したくないね。喧嘩一生したくない。けどさ、しちゃうよね。じゃあジュラさ、今まで何回喧嘩したか。一時期は毎日だった。365あるね。あるある全然ある。じゃあ今までで一番しょうもない喧嘩思い出して一番しょうもない。一時期ずっとしてたのは顔が起きない喧嘩。では誰も悪くない。顔が起きなすぎてね。ほら、ああいうこぼれてるじゃん。もうやったー。やったじゃないよ。ほら、あのくらい。いいから、それしてないで。だまされない。え、後ろ向いてるって。そう、だまされないよ。じゃん。しかもなんか途中で見ちゃったから。頑張ってる人だ。コツはコツ。コツはスプーンでカンカンすることですね。結構しょうもないね。あ、いや、トモヤ、なになに、助けて。やっていたわの待つな。あ、見てこの、やばい、うまそう、プルプル。ラーメン屋かよ、普通は温めると。プロじゃん、もう。そしたらこれね、塩スープね。ちょこ、結構入れちゃった。いいよ、多めにしちゃえ。新しい方いらなかったの。結構入れちゃったから多めにしちゃえ。ただの頑張り屋さんじゃないか、私は。自己肯定感だった。僕、カオと付き合ってよかったランキング第10位ぐらいに牛乳ラーメン知れたことが入ってくる。なんでだよ。ちょっとあんだろ。なんか入れ忘れたかな。あ、これ水入れたっけ。知らない、見てないもん。ねえ、頼むよ。牛乳は入れた。牛乳は、水は入れてない。おお、危ない、危ない。から今から、いいじゃん、牛乳大量消費できて。ね。どのとはそういう予定だったんだけどね。そうだよね、牛乳大量消費してる。してますか。5000トンだったかな。廃棄になっちゃうみたいな。チャーシューって丸いよね。縛ってやんなきゃいけないのか。で、これ半分でこう、縦でチャーシューってやると。ねえ。結構、あ、
厚切りベーコンみたいな。そう、 うわうまそう。おおすごいね。まあ。おお。おいしい。27、26、25。うわあ。急げ急げ。3、2、1。わあ。ハッピーニューイヤー。多分今日はいっぱい食べれんじゃない？かもね。うん、半分、半分ずつにしな。いいね。半個でいい？あ、半個でいい。わあ、でっか。よし、完成。できた。チャーシューすごいことになっちゃう。すごい美味しそう。すごい。あ、伸びちゃう、伸びちゃう。いただきます。おいしい。うまい。ちょっと甘いね。メグミルクか。うん、まろやかだ、ね、めっちゃいつもより牛乳がいい牛乳だから、うん、生クリームみたい。うわうまい、これすげえうまい。これもこれでうまいね。うん、どう？うまい。うまい、うん、うまい。贅沢。うん、うん、最高だね。うん、牛乳ラーメンうますぎる。おいしい。仲直り。仲直りして忘れてた。仲直りできないかと思ったね。ね、今日はもう無理だと思ったね。一日が一日仲悪いかと思った、ね、なくなるかと思ったね。うん、どうしたらいいんだろうね。え、でもなんか一生どうしたらいいんだろうねって言ってそう。そうじゃない、全然解決できない。そう、でも喧嘩しなくなったらなったらやばくない？もう相手に何も期待してないってことじゃない？確かに喧嘩してる方がいいんじゃない？ほどほどだ。